皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。今回ご紹介するのはグランジット美濃和、12月4日から内見可能になりまして、早速ですね、ご紹介したくアップしております。はい、こちらのグランジット美濃和は初期費用500円、新築でワンコインで契約できるお部屋を発見しました。 1K もですね、 1LDK タイプも請求書は500円です。なので500円ワンコインをお振り込みいただければ借りられるということですね。はい、含まれる費用記載の通りです。もちろん仲介手数料は0円、とても素晴らしい物件です。はい、オートロックですね。なかなかもうエントランスからおしゃれな雰囲気が伝わってきます。このようにですね、お部屋探しのハートサポートは初期費用がとてもお得なおすすめ物件を YouTube 上で最速でご紹介したいということで、多少雑な編集になってしまっている点ありますが、そこはご愛嬌で皆様お楽しみいただければと思います。はい、エレベーターを上がっていきますと、なんかこれだけでなんかかっこいいなって感じしますね。はい、これはスカイツリーですね。なかなかスカイツリーを見る機会がないのでテンションが上がりますね。はい、今回の動画ではまず前半は 1K タイプのご紹介です。で、動画一番ラストには最後にはですね、1LDK タイプのルームツアーをお流しいたします。はい、立地は日比谷線の美濃和駅まで徒歩4分、図面にですねライフインフォメーションが記載されているので読み上げていきます。コンビニはセブンイレブンがありまして、徒歩3分のところにありますね。ファミリーマートが徒歩4分のところ、スーパーはマイバスケットが徒歩7分にあるようです。で、あとは郵便局が徒歩7分ということで記載されていますね。はい、こちらのグランジット美濃和はですね、台東区美濃和1丁目にあります建物で、鉄筋コンクリート造、7階建てです。倉庫数は16個のうち、現在ですね12部屋募集中です。 1K タイプは現在9部屋募集中、8万9000円から9万7000円までの部屋があります。25.27 平米から 25.54 平米までの部屋ですね。また 1LDK タイプは3部屋募集中です。14万7000円から14万9000円までのお部屋、41.15 平米のお部屋が募集中です。最新の空き状況はですね、お気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、それでは動画後半に続きます。皆さんこんにちは、岩木です。ご覧いただいているルームツアーのお部屋いかがでしょうか。詳細は概要欄に記載しておりますので皆さんご覧くださいませ。それでは引き続き動画ご覧いただきましょう。はい、それではですね、設備をご紹介していきます。カラーテレビモニター付きオートロック、玄関にはピッキング対策に優れたディンプルキーを採用、受信機にキーをかざすだけでオートロックを解錠できるノンタッチキーシステムを採用とのことです。ドアガード、人感センサーライト、24時間荷物の受け取りが可能な宅配ロッカー。はい、続いては、お部屋の中の設備ですね。シューズボックス、 1LDK タイプはウォークインクローゼット、エアコン、ビルトイン型ガスコンロ付きシステムキッチン、 1LDK はカウンターキッチンです。浴室換気乾燥機、追い炊き機能付きオートバス、バストイレ別、室内洗濯機置き場、
断熱性と防音性に優れ、結露防止の有効な二重サッシ。バルコニー、マルチメディアコンセント。とのことですね。駐車場使用料 29,700円税込み、駐輪場使用料330円税込みであるとのことです。こちらの空き状況をお問い合わせくださいませ。で、2人入居可能なんですね。はい、 1K1LDK ともに2人入居可能ということです。25平米ありますからね、お一人で暮らしてもとてもゆったりとした生活ができますし、お二人で暮らしてもですね、まあ十分満足いただける広さではないでしょうか。はい、本当12月4日に内見が可能になりまして、まあ、ちょっと2日間かかりましたが、お早めにですね、皆さんに室内の映像をお見せできているのではないでしょうか。ですね、はい、1K タイプのお部屋をご覧いただいております。冒頭申し上げたように、続いてはですね、 1LDK タイプのルームツアーに移りましょう。はい、 1LDK タイプのルームツアーに入っていきます。はい、もう皆さんがイメージされる 1LDK そのままでしょうか。玄関が広いですね。はい、で、資料請求等は当社お部屋探しのハートサポートの LINE 公式アカウントからお気軽にお問い合わせくださいませ。 1LDK は全体をさーっと見ていきます。はい、トイレです。リビングダイニングキッチン部分は約 10.4 畳。はい、カウンターキッチンですね。はい、そこに冷蔵庫を置いてでしょうか。で、横にあるベッドルームは約 5.4 畳です。明るいお部屋ですね。はい、言いますのはウォークインクローゼットです。はい、収納スペースもたっぷりとあります。やはり美濃駅アクセスも良いですね。上野駅まで3分、秋葉原駅まで7分、東京駅まで8分、新宿駅までなら18分、六本木駅まで31分と図面に記載されています。はい、アクセスが非常に良いですね。はい、グランチットミノアが初期費用500円で契約可能です。今回のルームツアー動画は以上となります。次回のルームツアー動画も皆様お楽しみにお待ちくださいませ。